ロックマンシリーズ、ロックマン X シリーズ、ロックマン X2、ロックマン X2 は、1994年12月16日に、日本のカップコンから発売された、スーパーファミコン用横スクロールアクション。同社の、ロックマン X シリーズ第2作目。主人公の X を操作し、謎の組織、カウンターハンターを倒して奪われたゼロのボディを取り返す、ことを目的としている。 同社の自社製ジップである CX4 を搭載し、グラフィックや演出面に大幅な増強が行われていることが特徴。開発はカプコンが行い、スタッフは前作、ロックマン X に続きプロデューサーは藤原徳郎、ディレクターは稲船刑事、音楽は岩井幸が担当している。後に、北米では Nintendo g a 及び、プレイステーションに n ソフト、メガマン X コレクションに収録されたほか、日本では携帯電話ゲームとして2008年12月1日に、iApply、2009年5月14日にイスウェブ、およびヤフー携帯にて配信された。また、バーチャルコンソール対応ソフトとして2011年に、Wii、2014年に、Wii U、2016年に、ニュー・ニンテンドー 3DS にてそれぞれ配信された。本作からは物語開始時点で、 ダッシュが使用可能になる。また、オープニングステージでの巨大ボス戦、8体のボスとは別に、選択ステージ途中に乱入してくるボス、弱点武器による、のけぞりが8体のボス全員へ適用など、以後の作品で定番となった、様々な要素が取り入れられている。ストーリー面では、前作で自爆したゼロの復活や、その出生の秘密の一端が不鮮明ながら明かされる、他、 ロックマンシリーズのドクター・ワイリーを思わせるキャラクターが登場するなど、裏に隠された設定や、ロックマンシリーズとのつながりを覗かせる展開が繰り広げられる。売り上げは、日本国内のみでも約43万本の売り上げを記録している。カプコンが独自に開発した DSP チップ CX4 をカートリッジに搭載している。CX4 チップは、 ワイヤーフレーム描画やスプライトの回転を実現する演算機能を有し、従来の SFC 作品よりもさらに発展したグラフィック、演出を実現しているとされ、本作でも縦数画面分もの巨大さで滑らかに動く、ボスキャラクターやワイヤーフレームによる立体的なキャラクターの登場などにその性能が活かされている。ロムによっては、プレイ中に強制的に特殊武器が キガクラッシュへとチェンジされるバグが存在するがソフトの回収には至らなかった。史上最強のレプリロイドシグマの反乱から半年後、一度は減少したかに見えたイレギュラーはある時を境に増加の一途をたどり各地でイレギュラーハンター基地が破壊されるという事件が起こっていた。その事件を起こしていたイレギュラーには特殊な制御チップを埋め込まれており、 そのチップには滅んだはずのシグマのマークが刻まれていた。第17精鋭部隊の隊長であった X は、そのイレギュラーを製造しているという基地に赴き、その破壊に成功するが、時を同じくして、各地で特永久のレプリロイドたちの反乱が勃発。その背後には、カウンターハンターと呼ばれる3体の謎のレプリロイドの存在があった。一方、 先の戦いで破壊されたゼロはツノーチップが奇跡的に無傷であったが、ボディの修復はレプリロイド工学のケニー、ケイン博士にも不可能であり、基地にチップが保管されたままの状態であった。そんな中、反乱を鎮圧していく X のもとに突然カウンターハンターから通信が入る。それは我々と一騎打ちを行え、もし勝利できれば、 ゼロのボディを渡すという X への宣戦線を布告するものであった。カウンターハンターの正体、そして最終目的は何なのか。本当にゼロは復活することができるのか。答えを得るために X は戦い続ける。イレギュラーハンターカウンターハンターその他のメインキャラクターメインボス、特殊武器あり車体は異名。今作はもともとはハンターだったもの以外もおり、中には シグマが制作に関わっているものも存在。また、ハンターでないものも含め、ボス全員が特永久とされている。各ステージのうち4つに、工術のアーマーパーツ、残り4つのステージにサブタンク、8箇所すべてのステージにライフアップがどこかに隠されている。ライフアップとサブタンクの詳細はこちらを参照。 その他のボスキャラクター中、ボスキャラクター特殊武器名称の記述は、入手する特殊武器所有する、ボス都市以下に述べる、ノーマルアーマー、ロックマン X ダイブでは、セカンドアーマーという名称。前作で使用したアーマーは、事件後にカプセルに変換されている。本作のパワーアップパーツは、その際の実践のデータを参考に改良が施されている。なお、 フットパーツとアームパーツを装備するとはしごの昇降速度が上がる。さらに全パーツを装備すると武器エネルギー消費量が半減される。サポートマシン格子、アイテムゲーム紙、ファミコン通信のクロスレビューでは8.76.8の合計29点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り22.0点となっている。また、 1998年に刊行されたゲーム誌、超絶大技林98年春版では、前作からの変更点が少ないことを指摘しつつも、グラフィックや音楽、操作性が向上していると肯定的に評価した。ありがとうございます。